はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は曇り、気温28度、水温27度。今日は石垣島の西側、屋良部大崎エリアでツーダイブ楽しんできました。今日のゲストはお二人のみ、スタッフは3名というわけのわからない人数比になっておりますが、じっくりと楽しんできました。潮当たりのいい屋良部エリア、グルクンもたくさん群れて、今日は大物期待できるんじゃないかなと思ってたんですが、ちょっと大物に出会うことはできませんでした。代わりにノコギリダイや赤姫路の群れなどがゆっくりと泳いでくれたので、じっくりと写真撮影することができました。お次は大崎エリアへ移動。青ウミガメがのんびりと休んでおります。ちょうどいい大きさのくぼみにジャストフィットしてますね。人間もカメもこういう隙間って落ち着くんですよね。そしてとっても綺麗な朝指枝浜サンゴ、場の茜花鯉や金魚花鯛がめちゃめちゃ綺麗でした。今日は僕たちが潜ってる間は雨に打たれることもなく、のんびりと潜ることができました。港に帰ると土砂降り、今日は午前中でちょうど良かったですね。ということで今日はここまで、また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。